縄県。さてさて、何が待っているのかな。って、ヤドン、何してるんだろう。やあ、お待たせヤドン。今日は香川の魅力をたっぷり見ていこうね。ああ、今回はヤドンが香川を案内してくれるんだね。僕はうどん県ヤドン部のマネージャー住山っていうんだ。うどん県ヤドン部っていうのはヤドンのことが大好きな香川のみんなのことを言うんだよ。ヤドン聞いてる？あれ？ヤドン聞いてるのかな。もうそれじゃあ行くよヤドン。ということで体験探検ピカチューブうどん県ヤドン部編の始まり始まり。ヤドンと一緒に香川県を探検。綺麗な景色を見たり、香川の名産に触れたり、いろいろなことを体験ってヤドンできるのかな。それになんでヤドンが香川県にいるのかな。ヤドン、香川県はうどん県って呼ばれてるぐらいうどんが大好きなんだ。うどんとヤドンって言葉の響きが似てるよね。うどんとヤドン、確かに似てるけど。それだけじゃないんだ。ヤドン、尻尾が甘いんでしょ。ちょっと舐めてみてもいい？舐める？避けた。それでね、ヤドン、香川県には甘いものがたくさんあるんだ。それもヤドンに似てるよね。似てるところが多いんだね。ということで、ヤドンには香川県を応援するお手伝いをいろいろしてもらってるんだよね。ヤドンのバスがあったり、ポストがあったり、他にもいろいろあるから、今日は楽しみにしててね。ヤドン大丈夫かな？まずはどこに行くのかな？ヤドン、ここは瀬戸内海。たくさんの島が見えるでしょ？わあ、本当だ。大きい島、小さい島、いろんな島がある。瀬戸内海には700以上の島があって、そのうち香川県だけで116個の島があると言われてるんだ。中には映画の舞台になった島や鬼が住んでいたと言われている島もあるんだよ。なんだか面白そう。じゃあ今日は香川県で一番大きな島、小豆島に行ってみよう。ということで、ヤドンたちがやってきたのは瀬戸内海にある自然豊かな小豆島。あー、何があるのかな。ヤドン、ここ小豆島はね、ある植物がとっても有名なんだよ。それがこれ、オリーブ。ん？オリーブって聞いたことあるけど、なんだろう。オリーブオイルって聞いたことないかな。オリーブオイルっていうのは昔からヨーロッパの方で愛されていて、ピザやパスタに使われていることが多い油なんだ。オリーブの実には油がいっぱい含まれていて、これを絞ってできたものがこのオリーブオイルなんだ。そっか、ピザやパスタ大好きな人も多いんじゃないかな。おいしそう。ここ小豆島の暖かくて雨の少ない気候がこのオリーブを作るのにとっても適しているんだ。この小豆島のオリーブは日本でもとっても有名なんだよ。とっても有名なオリーブってきっと美味しいんだろうな。食べたい。それじゃあもう一つ、香川名物といえばあれな、美味しいものを見に行ってみよう。え、あれ、ピザは、オリーブオイルは、ヤドン食べられないのかな。それじゃあ行くぞ、ドーン。あ、ヤドンが動いた。香川名物、きっとあれだね。ヤドン、こっちだよ。何かの工場みたいだけど、ここは？ヤドン、ここはね、香川を代表する食べ物、うどんを作ってるところなんだよ。ああ、うどんの工場。でも、うどんってどうやって作るの？うどんの元になるのは、小麦粉とお塩とお水だけ。これをよくかき混ぜて、ここからが腕の見せ所なんだ。じゃあ、皆さんお願いします。はい、始めするぞ。おー、みんなでうどんを踏み始めた。一体何が始まったの？
こうやって足踏みすることでうどんのコシが出るんだ。ああ、美味しいうどんができるってことだね。足踏みのコツは何ですか？このうどんの生地と自分の足でうどんとの対話をしてるわけですね。美味しいうどんができるようにと、そういう意味で足踏みをしております。へえ、すごいね。ヤドンも足踏みしてる。ヤドン、足踏みしますか？ヤドン、うどん作りに挑戦。ヤドン、頑張れ。頑張れ。ヤドン、頑張ってね。美味しいうどんができるようにしっかり踏んでください。しっかりね。おお、ヤドン頑張ってるね。いいよいいよいいよ。あれ、ヤドン疲れちゃったみたいだね。こうしてできたうどんがこちら。でもヤドンのお揚げが大きくてうどんが見えないね。ヤドン、うどん作りお疲れ様。続いてヤドンたちがやってきたのは、ヤドン、ここはこれうちわの博物館なんだ。あー、ヤドン気持ちよさそうだね。ここ丸亀は日本のうちわの約9割を作っている町なんだよ。へー、そんなにたくさん作ってるんだ。うちわは昔生活に欠かせないものだったんだ。ガスコンロがない時代には台所で火を起こすのに使ったり、暑い時にはうちわで仰いだりと大活躍だったんだ。うちわっていろいろな使い方があるんだね。ちょっと作るところを見に行ってみようか。見てみたいです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。竹に切り込みを入れているみたいだけど、何を作ってるんだろう。ヤドン、今職人さんがやっている作業はね、脇って言ってうちわの骨の部分を作ってるんだ。骨って何？ん？切り込みを入れた竹を曲げているみたいだけど、あ、すごい！切れ目が下がっていってる。で、広げると、あー、うちわの形になった。すごい技だね。昔ながらの丸亀うちわはこうした47個の手作業でできていて、国の伝統的工芸品にもなってるんだよ。なるほど。あ、ここは何を作ってるんだろう。ヤドン、ここは紙を貼る作業をしてるんだよ。あれ、この柄はもしかして、これ特別に作ってもらったヤドンのうちわ。すごい、ヤドンがいっぱいでかわいい。丸亀うちわの風は竹のしなりでとっても優しいんだ。そしてうちわは和紙と竹でできているから、作られた時代と人によっていろいろなデザインがあるんだよ。いろいろなうちわを見て自分の好みのものを探してみてほしいな。あー、素敵。ヤドン、ちゃんと聞いてる？ヤドン。それじゃあ次は昔から作られている子供のために飾る伝統的なものを見に行こうか。それじゃあ行くぞ。ドーン。あ、聞いてたみたい。子供のためって一体なんだろう。なんだかのどかなところだね。あ、ヤドン、一体どこに向かってるのかな。こんにちは。こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。ヤドン、ここはハリコドラを作っているところなんだよ。ハリコドラとは虎の形をした置物で、長い歴史のある香川県の伝統的工芸品。このタイミンゲイさんはハリコの虎を作って150年になるんだって。このハリコの虎、この辺では子供が健やかに大きくなるようにと言って皆さんから贈られているものなんです。こういう風にして可愛いでしょ、首振るとね。あー、本当だ。ヤドン、可愛いね。なるほど、愛情を込めて贈るものだったんだね。ハリコの虎作っていくのはこういう木型があります。こういう木型の上にこういう和紙を
貼り付けていくんです。あれあれ、でもこの紙なんか書いてあるね。このうちが使っているのは江戸後期から明治の初めぐらいの和紙なんです。こういう紙はすごくね、人の手を何年も今までに通してきたから、すごく繊維が柔らかくなっていて、凸凹したところにも綺麗に馴染んでいくんです。とても貴重なものなんだよ、ヤドン。聞いてる？どうなの、ヤドン。虎にしたものの上に白い胡粉っていうのを塗って色をつけます。この白い上に今度黄色い色をつけて模様をつけると出来上がりになります。顔はどうやって描かれてるんですか？はい、それぞれ全部手書きをします。筆を持った手の力の入れ具合で線が少し太くなると虎が勇ましく見えるし、少し線が細くなると優しい虎になります。手書きってすごいね。それでね、ヤドン、実は今回特別にヤドンのことも作ってもらったんだ。これなんです。どうですか、似てますか？すごく似てるね。よかった。ヤドンも嬉しそう。ハリコのヤドンも可愛かったね。ヤドン、香川を見てきてどうだった？楽しかったね。香川県は小さな県だけれど、たくさん魅力が詰まっています。うどんをはじめとする美味しいグルメを食べたり、瀬戸大橋などの綺麗な景色を見て、香川県ならではの素敵な思い出を作ってほしいです。ぜひ一度遊びに来てみてくださいね。ヤドンと一緒に楽しみに待ってます。それじゃあ今日一日お疲れ様。お疲れ様。これからも香川を盛り上げる手伝いよろしくね。頑張ってね。それじゃあ皆さん、バイバーイ。香川県の皆様、ありがとうございました。ほいで、well this is a sample and this is not my sample, it's an example. Yado in a reggae reggae style. Poke 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 poke